キコです、今日は2月14日バレンタインってことで、タカにバレンタインチョコドッキリを決行したいと思います。内容としては、百貨店で買ったチョコレートの中身を激辛タバスコチョコレートにすり替えてそれを食べさせるというシンプルなドッキリになっております。あいつは最近ドッキリに何回もかけられているので、ちょっと警戒心はあると思うけど、多分バカだから気づかないので、激辛チョコレートを食べさせたいと思います。それでは行きましょう。おい、フィファやろうや。俺マジで今めっちゃリバプール強かったね。お前のマンシーマジボッコボコしてる。お前の俺いつもマンシー立てへんやん。モテて誰早く立てへんやん。いいけ早くやろうや。何言ってお前どんだけ。マジでやろうやろうやろう。マジでフィファやろう。フィファやりたいけ。友達にチョコもらったんやけど食べる。結構お前あいつフィファやろうって言ってる。編集せんといけんやろ。友達にチョコもらったっけ。あんまチョコ好きじゃないんだよ。1試合だけ1個だけ食うわ。なんか5個。なんかうん、おいしく。いや、くれるの。うん、どうしたのこれ。友達にもらった。あ、そう。やったまた。ガチガチ。おい絶対これスコーピオンしよう。え、マジでやばい。だってマジでやばい。いや俺普通にうまかったよ。おーね。え、俺が食ったやつがたまたま入ってた。あー、そういうことだ。俺が行く可能性もあったってこと。やば。行く。お前めっちゃいくつやん。お前よっしゃお前お前じゃたまってある場所知ってたっけ。え、俺たまたま選んだこれ。え、俺ガチたまたま選んだ。たまたまってか、まあ必然的にお前はそれを何を選んでも食うようにはなっとった。普通のチョコだけ食ってお前あと4つは全部入っとったん。怖っお前ら。一緒。なんで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 。やばいやばい。まあでもほん待ってマジでやばい。チョコまだ病気なんだよ。えぐないこれ。バリ汚い。やばい口に。バリ汚い。一回口に寄って。普通に匂い。